アクティオンゾウカブトは、昆虫甲甲虫目カブトムシアカに分類されるカブトムシ。体毛が生えないタイプのゾウカブトとしては、世界最大の大きさを誇る。種小名は、ギリシャ神話の鹿に変えられたカリウド、アクタイオンに由来する。オスの体長は50から120ミリメートル前後が多く、小型個体でも、日本のカブトムシ並みとなる。 最大級個体は1 3 0ト、mm、ルを超える。体毛が生えない。タイプの増加太としては最も体重が重く、約5 0ムにも達する。背側の表面は無毛で、体色は黒色をしている。艶のない黒い丸々とした大きな体と、オスは全強量、横から前方に伸びる太い角が特徴である。体の割に角はそれほど長くはならないため体長は、 ヘラクレスオオカブとより短いが、体重と体全体の大きさでは、本種の方が大きくなる傾向にある。足がとても長く力も非常に強いため、細い枝にも器用につかまって移動でき、太い幹ではその力でしっかりとしがみつき、つかまったら離れないほどになる。そのため、人の手に乗せるのは皮膚が破れて出血を伴う怪我をすることがあり、大変危険である。 戦術の通り力はとても強いのだが、ヘラクレスオオカブトやコーカサスオオカブトなどの他の神聖カブトムシ族とは異なり、角が上向きに沿っているため敵を投げ飛ばすことには向いていない。そのため、戦闘の際は重い体重を生かして敵を押し出す戦法を取る。アクティオンゾウカブトのオスの角はゾウカブトの中でも特に強固なものである。ヤヌスゾウカブトは 独立種とすることが多いが、ア種とする場合もある。アクティオンと異なり体に艶があるのが特徴。頭角はアクティオンよりやや短く、体には厚みがある。ヤヌスゾウカブトメスは、うかじに卵を土に産み、卵は約9ヶ月で孵化する。幼虫期間は非常に長く3年ほどかかる。3例の幼虫は体重2 0 0ムに達することがあり、これは 昆虫の中でも最重量級である。成虫の平均寿命は短く、約半年ほどである。本種は、南アメリカ、特に、ブラジル、ボリビア、ペルー、コロンビア、エクアドルのアマゾン川流域に多く生息する。近年は、分類が見直され、南アメリカ大陸の東側の個体群を従来、通りアクティオンゾーカブトとし、ペルーやエクアドルなど西側の個体群を、 レックスゾウカブトとして足扱いすることとなった。現地では光に釣られた本種に体当たりされた電球やガラスが割れるなどの事故が多数報告されている。ありがとうございます。